動車部品の金型を作っていますマルスン株式会社で勤務しています時田美智子と申します。高校卒業して地元の大手の自動車部品の金型企業に勤めることになったんですけれども、女の子ってネジとかそういうものに普段あまり触らないですよね。私も何の話してるんだろうっていう連続でした。そんな中で品質改善の発表をする場っていうのは必ずあるんですけれども、先輩からいろいろ新しいことを教わって、そこで発表をする役を仰せつかって、気がついたら全社大会で優勝することができたっていうこともあって、なんか自分を生かせるところがこの会社にあるんじゃないかっていうふうになって、それから仕事が面白くなってきて、この仕事に向いてるかどうかわからないですけれども、愛着があって、まあできる限りやっていきたいなって思っています。私はもう生まれも育ちも富士っ子、この富士の駅北の本町に父親がお寿司屋を営んでましたので、富士市内にずっと住んでいました。富士山は、まあ、富士市内でしたらあちらこちらいいところたくさんあると思うんですけど、私はやはり生まれ育った富士の商店街から見る富士山がとても美しくて雄大で大好きです。18歳、就職かやはり進学かって悩んだその時に思い出したことが、私がふとお友達のことを羨ましがるような話をしたら、兄が福沢諭吉の人生訓を急にこれ読んでみろって言ったんですよね。小さい時には分からなかったんですけれど、世の中で一番醜いことは他人の生活を羨むことだよみたいなところがあって、人と比べたり比較したりすることは何も生まれないんだなっていうことを18歳の時に思ったんですよね。18歳の皆さんは今いろいろ悩んだり迷ったりたくさん考えることがいっぱいだと思います。でも必ず自分を生かせる場所があります。ぜひそれを信じて皆さんの希望や夢に向かって突き進んでほしいです。